両袖を持った袖釣り込み越しのイラストソ行動官や国際柔道連盟での正式名。アイフ略号、STG。組手は釣り手で横襟、引き手で袖をつかむ。一般的にはこのようにスタンダードな組手で組む。右組の場合、引き手は釣り手側に袖を釣り上げ、釣り手で 相手の対前方に崩し、左前回り裁きで踏み込んで体を沈め、肩越しに投げる。釣り手と引き手を逆に使い、技のモーションも逆になる。引き手の使い方には、主に二つのパターンがあり、相手を万歳させるように上に釣り上げるパターンと、畳み込んで、左の背負い投げのように右方向に固めてしまう、パターンである。いずれにせよ、相手の袖をコントロールする技術が必要で技の、 難易度は高い。また、相手の左手が自由になっているので、左手を使って防御することができないように、方向や高さを工夫しないと一本を取ることは難しい。引き手で相手の腕を一本殺すことができないと体を密着させられないため、技が成功しない。左対右の組手の場合は、お互いの引き手が袖を引き合う格好になるため、 十分に組んだ状態からも狙っていけるが、右対右、左対左の組手でこの技を狙うときは、相手に襟を持たれていると技をかけることが困難になる。この場合は相手に襟を取られる前の組材を狙うか、事前に相手の釣り手を切る必要がある。この技の大きな特徴は、背負い投げや体落ち等、他の前回りさばきで投げる技とは、体の回転方向が逆になるところである。 逆技と呼ばれるのは、このためであり、逆技の代表的な技である。組手とは逆方向に崩すため相手の意表をつくことができ、しかも体が入ってしまえば、受けは腕を一本殺された体勢になるため、こらえることも難しい。前述の背負い投げや、体を力の連絡儀とすると左右のコンビネーションが使え有効である。以上のように非常に高度な技術を必要とする技で、 あるが、マスターすれば、袖だけを持った組手や、片襟、片袖、両袖といった、様々な組手から繰り出すことができるため、国際試合で活躍する多くの選手が、得意技にしている。橋本スペシャルは、片手での袖釣り込み腰。引き手左手で、相手の右袖をつかみ釣り手右手はどこもつかまない。橋本創司の得意技。動画、得意技は、橋本スペシャル。 から、YouTube 富士テレビスポーツチャンネル、丸山スペシャルは、丸山健氏が得意とした袖釣り込み腰の変化着。釣り手を持っていた手を、相手の足、下履き、上裾、後体、背中に持ち替え肩車のように投げる。腕が長く力の強い外国人選手には、この変化技を得意とする選手が多い。後に、国際ルールでは足、下履き、帯の中から出てない上、 そを持つのが禁止され、ほとんど使用されなくなった。また、鳥が、自らの頭部から畳に着地する危険行為である、ダイビングの反則を取られることも多くなった。試合での実例、ウルグベクオタムロドーフ、ディンヤコフジェマー映像 YouTube 実際の試合では、オタムロドフは、丸山スペシャルで技ありを取るが、1年後の2020、アイフレフェリングセミナーにおいて上、 裾をつかんだ足つかみを呼び自ら頭から突っ込むダイビングによりオタムロドフの反則負けが正しいとされた。この技の名手としては男子では小賀俊彦、滝本誠、筒見内正彦、安倍一二三、女子では谷本歩美、渡辺美奈、安倍歌などが挙げられる。特に小賀に関しては現役時代後半には得意の背負い投げを警戒する相手に対して 非常に有効だった。1972年に制定された行動官義名称では、袖吊り込み腰は吊り込み腰に包含されていた。1995年9月に決定されたアイフの技名称では、袖吊り込み腰が吊り込み腰とは別の技とされていた。1997年4月1日、アイフに合わせる形で、行動官でも袖吊り込み腰は吊り込み腰から独立した。 柔道かわいしメソッドでも、両袖を持った袖吊り込み腰を吊り込み腰としている。ありがとうございます。